ともくろさんです。今日は年収が上がる人の特徴というテーマで学んでいきます。今回の内容は中野祐介さんのなぜかうまくいくバカがやっている驚きの成功法則という本の内容から一部抜粋してお話ししていきます。これは僕が個人的に勉強になった内容なんですけど、年収が上がるかどうかはその人のゴミ出しを見ればわかるそうです。ということでここであなたにクイズです。あなたが働いている会社の大掃除をすることになったとして、スタッフ全員でゴミ出しに行くことになりました。そのゴミが3つあるんですが、あなたはどれから出しますか？発泡スチロールとかが入っている軽そうなゴミ袋、シュレッダーをかけた書類の詰まった重いゴミ袋、缶ジュースの飲み残しがそこに溜まって汚い、プラス物がたくさん入っている重いゴミ袋。この3つのうちあなたは最初にどのゴミを出しますか？パッと思い浮かんだいつもの感覚でお答えください。はい、いかがだったでしょうか？これはもし最初に軽いゴミ袋を選んだとしたら、年収は今以上に増えることはないそうなんですよ。じゃあ年収が上がっていく人はこの 1,2,3 のどれに当てはまるかというと、3の汚いゴミ袋。このゴミ袋から出す人が年収が上がっていくそうです。これはなぜかというと、3の汚いゴミ袋ってあまり持ちたくないですよね。重いし汚いし自分の服も汚れてしまうかもしれない。3のゴミ袋から捨てることってあまりいいことないですよね。でもこの人が嫌がることを率先してできる人、それをやり続ける人が自然と年収が上がっていくということなんですね。僕この中野祐介さんの本を読んだ時、あ、なるほどなって目から鱗でした。確かに最初は軽いゴミ袋から出したいですよね。その理由はきっとそっちの方が簡単だからだと思います。けどこれは仕事、ビジネス、夢や目標もそうだと思うんですけど、いずれ片付けなければいけないことなら、あえて最初に嫌なことを片付けることを僕はお勧めします。で、そうやって最初に嫌なことを片付けていれば、次にやることはどんどん楽になるし、最初の段階でしんどい思いを経験できていれば、そのきつさが基準になって忍耐力や継続力も身につけることができるんですね。で、やっぱり年収が高い人はたくさんの成功失敗を経験してきてます。成功もしてきたけど、それ以上の失敗、嫌なこともたくさん経験してきたと思います。けどそれを乗り越えたからこそ自分自身の価値が生まれて、それがお金に変わって結果年収が上がったと僕は思うんですよ。で、これ小さなことなんですけど、ゴミ出し一つでも嫌なことから実践していくこと、これが年収が上がる人の特徴になります。なので今自分自身の年収を上げたいと思っている方は、周りの人が嫌がる業務を引き受けて真っ先に片付ける、これを1年やるだけでもびっくりするぐらいあなたの年収が上がっていくので、ぜひできることから実践してみてください。あと、この機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。